線でいれることがすごく多くなります。さあ、浜門川でございますけどね、今から母船の方に行きまして、その母船にくっついた状態で、この船全部くっつけてくるんですよ。いなかったね。小さいのが残った。フィッシュ、ヒット、食わせた。ビスケ、後ろに振って止めると前に戻っていく。これを離せばいい。俺のキャスティングの時は俺は体が全然動かない。よく見ててね。まあじゃあこれやったらこれでこうね、はい、開くわけですよ。こういう一点を集中して当てないことがコツです。見れないはず。まあ大体一緒ぐらいに来たかな。はい、お疲れ様です。大友と申します。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回大友探訪記、趣向を変えて自作ルアーの動画を撮っております。まあ冒頭でもお伝えした通り、発泡酒かな、金麦の缶と、これですね。ですね、わかるかな。私が勤めてる整備工場の廃材、まあ日産ノートのボディですの切れ端これをですね使ってルアーを作っていこうかなと思っておりますので、よろしかったら最後まで、ご視聴いただければ大変嬉しいです。では、早速始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ここからですねナレーションでお届けします。アルミ缶にキリで穴を開け、ハサミで両端を切り落とします。タイムラプス、綺麗に撮れてる。はい、次ですね、私の敬愛する村田はじめさんの、プロデュースしたルアー、これを元にですねアルミ缶を切り取っていきたいと思います。はい、ハサミで大まかな形を切り取り、ルアーの形に合わせていきたいと思います。そして、アルミ缶を6つに分割しますね。はい、この通り。
6個に、分割しました。はい、そしたらですね、1枚目の形を切り取ったルアーにですね、接着剤塗ります。ここで一つ大きなミスをしました。接着剤がですね、多すぎて、はい、今貼り付けますが、はい、見えますか。はい、接着剤がはみ出してしまいましたね。手にくっついてしまって、せっかくのあのキラキラしたデザイン面がですね、その接着剤のカスによってだいぶ汚れてしまって、とんでもない状況になってしまいましたね。で、1枚目のルアーに形を合わせて切り取っていきたいと思います。はい、切り取り終わりましたらですね、大まかな形に、ハサミで形を合わせていきます。はい、切り取り終わりましたらですね、ハサミで切った部分がだいぶギザギザになっているので、それをですね、50番の、紙ヤスリで、成形し整えていきたいと思います。はい、整え終わりましたらですね、アルミなので結構柔らかいので、軽く手で、曲げてカーブを作っていきます。はい、そしてですね、ピカールで、表面を削りじゃないわ、磨き光沢を出していきたいと思います。はい、次ですね、車のボディの廃材で、ルアーを作りたいと思います。はい、ですね、私が勤めている整備工場のそこら辺に転がっていたですね、金属片で、今ベルトサンダーでですね、表面を削り、成形しておりますね。はい、次にですね、金型のくぼみを作るためですね、ベルトサンダーで、中心をですね、くぼみを作ってますね。そうですね、優しく、こう滑るように優しく優しく。うん、まあまあ球大点ですね。はい、金型にですね、ボディの廃材をですね、今から合わせて、叩いて成形していきたいと思います。はい、ショーハンマー、年季の入ったショーハンマーで、廃材を叩いていくんですが、ここで、またミスをしてしまいます。はい、今から叩くんですが、
明らかに叩きすぎ表面が異常なほどボコボコになってしまいました。はい、ハンマーで叩いていきます。明らかに叩きすぎですね。で、綺麗にカーブを作っていきます。はい、見事なほど表面がボッコボコ。ただしね、カーブは綺麗にできました。思ってた以上にできたので、まあこれも9大点かな。はい、そして一家に一本はあるピカールで表面を磨いていくんですが、あまり効果はないですね。ただこのピカールすごい私重宝してまして、いろんな場所に使えますので、一本あった方が絶対いいです。おすすめです。はい、次ですね、ドリルで穴を開けて、そして、開けたんですが、ここでまた一つミス。はい、ですね、穴の大きさと、それからですね、開ける位置がですね、まずかったらしく、まあ、端に穴を開ければよかったんですが、ちょっと中央寄りに穴を開けてしまったので、スナップと針のですね、動きがぎこちないっていう感じになってしまいましたね。はい、初めてのスプーンルアー自作を行いました。評価ですね、60点。でもまあ9大点ですね、うん、カーブも綺麗にできたし、うん、まあ村田さんのルアーに比べると見劣りしますが、でも大満足です。はい、今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画もしくは商品レビュー、増やしていきたいと思いますので、それとですね、このルアー、どれだけ効果があるか、その検証動画も撮りたいと思いますので、引き続き大友探訪記よろしくお願いいたします。ではこれで失礼いたします。バイバイ。次回に続くかもしれない。